T-38 は第二次世界大戦以前にソビエト連邦が開発した水陸両用戦車。1936年 T-37A はさらにサイズを拡大、車高を下げて水上安定性を増した T-38 に改良された。重灯と操縦席の配置が入れ替わり操縦手はエンジンの前に配置されフロート型だったフェンダーが 通常の1枚版に変更された。それ以外は、外見的にさほど変わってはいないが、エンジンと走行系は、ガズ、AA トラックのものをベースに、早期車向けに改良され、またサスペンションが柔軟になり、路外走行性能も以前より改善されていた。1936年2月末から、T-37A との並行生産が開始され、3年間で、 出力向上型の T-38M2 を含む1340両が完成した。そして1939年のノモンハン事件、東部ポーランド侵攻や独ソ戦初期、フィンランド冬戦争に参加した。しかし、T-37、T-37A 同様、装甲、武装の貧弱さや、陸上での機動力の不足、 速度を上げると履帯が脱落する欠点が、傭兵側から指摘され、実戦では大した戦力にもならず、多くが失われていった。フィンランド軍は捕獲した本社を運用、一部は、キロボルト -1 や T-34、76、おもしたダミーの砲塔を乗せて、訓練に使う仮想型規約となった。T-38 には他に、リーフスプリング付きのサスペンションに変更した。 T-38M1 や M2 に航空用の 20mm ュバックを改造した TNSH 機関砲を実験装備した試作車もあったが、いずれも採用されていない。ソ連の水陸両用偵察戦車は、全くの別系統である T-42 受け継がれることとなった。T-38M2 武装強化試作型。 ありがとうごめん。